希望者ですよね。それじゃあ受付用紙のお名前をお願いします。あ、半角カタカナでお願いします。半角、じゃあちょっとで、あなたはモンスターテーマーになりました。これから頑張っていってください。はい、あ、私はあやめと言います。こう見えて S ランクテーマーなんですよ。テーマーのランクについては後ほど。それでは適正会場へ案内します。あなたに適した卵を授かるための検査なんです。二択の質問がされるのでどちらか選んでください。質問には正直に答えてください。操作はカーソルは音だったから、多分カーソル上下左右と先マウスで押せたから一部が左クリックで、基本スペースで話進む感じなのかな。前世、いやー、そうですね、前世はまあ、ちょっと中二病こじらせたいから手だかもしれない。やばものだな。前世はなんかグラスギブネンみたいなやつ。世界平和はまあなんか愛があれば何でもできるっていうけど、現状金なんで金、人間と魔物の関係。そうですね、人間が犬を従えるみたいな、なんか犬はペットとか動物ペットって言ってるけど、うちの場合犬に敷かれてるような場面もあるから、タコか、じゃあまあこっちにしておこう。まあね、じゃあ国の給食しよう。戦闘に必要とされるものは何だと思いますか。いや、 PS 磨くなら経験って言うから、経験を。自分より弱い生き物、あ、それはもう守るね。え、そう、絶望。いや、やっぱ自分死んでも死んだ後って考えらんなさそうだから、なんか脳止まるらしいし、なんかそしたら知人。あ、でも ID とかの中でフレが死んだり、なんかルンバみたいに床舐め放題の時はもう喜んで笑っちゃうけど。あなたは森の中にいます。周りの良さ、あ、ちょっとお化け苦手だから。でも太陽当たりすぎるのもちょっと日焼けが良くないわ。あ、暗いよりかは明るい方がいい。興味があるのはどちらですか。いや、現実突きつけられるよりかは不確かな方がよくない。
あなたが一番恐ろしいと思うものは？いやー、このアホっていう才能ですかね。なんかよくわかんないけど、いや、なんか、無駄なところで使える才能とか。一番下これ見づらいけど、本能か。なんか心の闇を抱えてるみたいな。天才なんだ、やばい。うち今日から天才らしい。今までちょっとアホとかアホの子って言ってた人、ちょっと天才って呼んで、ね、理性、知識じゃない、知能は半分。いやー、ブラック、お疲れ様です。それがあなたの卵ですね。どんな子が生まれてくるか楽しみですね。ではあなたの部屋に案内します。お邪魔します。はい、じゃあここがあなたの部屋です。不法侵入からの、いきなりここが部屋ですって。それでは私の案内はここまで。まずは卵の羽化を見守ってあげてね。嫌な予感しかしないけど。めっちゃ揺さぶられてるけど、これ大丈夫？絶対これ心に闇を抱えてるよね。え？嘘？なんか変なの生まれたけど。え？なにこのたまごっち的な。え、これどうすんの？はい、移動、お部屋の場所を移動します。リアルの犬の方も暴れ。お世話、状態を確認します。モンスターと会話します。番号してる人に電話をかけます。で、君かわいいねみたいなLINE やってる。音の設定します。過去の情報を確認します。自分のテーマ情報を確認します。あ、とりあえずテーマは素朴な顔。結構長いね、期限。所持金円か、ジャパニーズ。思った以上に種類いない。44種。どうやって戻った？え、顔が変わる。じゃあこの変な顔にしとこう。これどうやって戻るんだろう。とりあえずうんこしてるから、うわ、また増えた。世話しましょう。なごみって何？ビット STR イントアジ AGI MN MAG LUC ビット STR イントアジで、マジックラックFF っぽい。レア度 B、 まあそこそこ。装備してる宝石、まあ最強、まあ STR 特化で行こう。
なにこいつ、姫ちゃんじゃん、姫ちゃんうんこしてるけど、え、姫ちゃんどうしよう、うんこ、姫ちゃんうんこ、お、トイレ、姫ちゃんトイレ、え、トイレ、トイレだよ、トイレだよ姫ちゃん、え、どうすればいいのこれ、甘やかされてる気がする、いやまだ何もしてないんだけど、どこの矢印、あー矢印あったじゃん、矢印、姫ちゃん、え、待って違う、あ、エスケープじゃない、いや勉強せてもいいけど、呪徒から教わったらろくなもんが教わんだぞ、これうんこどうすんの、みっくり、トイレだよ、姫ちゃんトイレにいるけど、ちょっとそこ便器ですよ、あ、そういうこと、なんかうんこを片付けというよりかは姫ちゃんを洗ってる感がある、え、なにこの顔、で、いろいろあるっぽいから、とりあえずキッチン、キッチン、あ、キッチンとご飯、飯食えや、顔が汗学生室はスタディ、ふうぶふうぶ、完璧、いや、もっとやるよ、ほら、ほら、ほら、おこ、お風呂、おこ、め、待って、今めっちゃ激おこもあるじゃん、え、何あの顔、もう一回見たい、これ結構忙しくない、じゃあ次は玄関、モンスターをしつけする、え、殴ってね、いやこれ体罰でしょ、え、そういうやり方、姫ちゃんが、姫ちゃんが、あかんわ、とりあえずうんこしたからトイレ、普段これどうすればいいんだろう、トイレに基本置いとけばいいのかな、リビング行く必要なくない、結構うんこの頻度多くない、でも頭悪いよねこれ、お腹は空いてるでしょ、しつけはよくわかんないけど、とりあえずいろいろデータしとけばいいのかな、よし、じゃあ勉強、勉強して風呂入れて玄関行って叩いてしつけすぎて、リビング行って様子見、そうすると今度お腹空いてるから、キッチン行ってご飯、結構豆だね、やるこれで満タン、終わり、なんでしょう、え、そんな声出せたの、
コーヒーって麻薬、まあ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 やみつきにはなる。あ、現実逃避いいですね。てか右上の立ってなんだろう、これ。あ、もうチョンコしてる。おいえじゃねえよ。なんだよこいつ。これってつっついた。姫ちゃん怖いんで。あ、もはや名前が姫ちゃんになってるっていう。これは遊んであげた方がいいのかな。これじゃなくてちょっと除火して、まあ、とりあえずよくわかんないから、よくわかんないっていうか、とりあえず回しとけばいい、いいのかな。とりあえずまあまあ通り行ったから洗って、めっちゃ怒ってるけど、でまあお腹空いてそうだから食べさせて、でまあ暇そうだからまあ食ったらお勉強して、こんな感じ。称号がおせっかいになってんだけど、これどう、他になんかあるかな。こいつ痛いことついてくんな。ほう、一応魔物っぽい、魔物っぽいんだね。一応なんか魔物っていうよりかはもうエイリアンにしか見えてない。